賀県高島市の北の方、福井との県境の山あいに、まるで昔話に出てくるような集落有原はあります。私たち住人が有原に宿る物語をお伝えする有原物語。寺と池田さんとこと、豊一郎さんとこな、三軒か俺、ラジオがなかったよ、はい、でそこで聞いたよ、この電波も取れておかないで、電波がうまいこと通らへんやわ、ジャ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 、誰が言うと、ジャ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 って言って、天の陛下何言うたんやろ、誰が喋ってんのか分からへんや。西で戦争が、まあ、押し迫ってきたけど、国民一致して頑張れて言うて、みんな頑張ってくれてよかったのに。高等科って言ってな、今で言うと中学校や、中学生やけどな、2年間昔はあって、その人が本校で負けたってことはっきり言うて、分かったらしいわ。その子が帰ってきて、ジッパー負けたんやってのって言ってそんなもん嘘やって言って、みんな村にのもらうな、嘘やって言ってで、まあ、日露先生とか日清先生らにはもうみんなの誰もんで出世しやっとしたんだけど、亡くなった人がないのはこのクラスはな、今度の戦争で、まあ、初めて